おはようございます、黒三つ葉です。ということで今回はですね、超究極の鱗滝さんの方に時事無課金編成で挑みましたので、今回はこちらを解説していこうかなと思います。で、今回ですね、一応水戸紋章はなしでやってあります。なので、まあ、このまま参考にしてね、水戸紋章なしで挑んでいただいてもいいですし、まあ、もしくはね、自分でちょっとカスタムしてより楽な状態にして挑んでいただいてもいいのかなと思います。はい、ということでまずはこのステージですね、どういったステージになってるかっていう話なんですけど、まあ、基本的には反射の楽しいクエストですね。反射で挟まったりとか、狭いところに入りに行ったりとか、弱点狙って殴っていくっていうのが、まあ、楽しいクエストになってます。で、あとはですね、今出ているニードルパネルがですね、さっき倒したあのちっちゃい青色の侍の鬼、あいつを倒すと、なんだろう、スイッチが入れ替わるというか、出てないところが出て、出てるところが出なくなるっていうギミックが出てます。で、このニードルパネルが非常に痛くて、5000から1万のダメージなんですよね。フェーズによって違うんですけど、これは。あ、で、一応ね、さっき立て替した理由なんですけど、ここでマッチが狙えるんですよ、普段だったら。若干ちょっと今回高いのでマッチしなかったですけど、一応成功例の動画は貼っときます。はい、すいません、ちょっと途中で話がなっちゃったんですけど、あれ、何話してたっけ そう、ニードルパネル、ニードルパネルが、まあ、あのステージによってね、5000の場所と1万の場所があるんですけど、これが非常に痛いと。まあ、1万だとね、本当に5、6回触れたらもうかなりやばいっていう感じなので、まあ、基本的にはこのニードルパネルを警戒しながら立ち回るっていうのが一番大事かなと思ってます。で、一応魂の紋章の中にニードルパネル耐性っていうものがあって、通常のニードルパネル耐性だと 50% このパネルのダメージをカットしてくれる。で、ニードルパネル耐性極みになると、99% カットしてくれるので、まあ、ほぼ食らわなくなるよっていうことで、ニードルパネル耐性とかあると、まあ、非常にね、なんだろう、クエストの立ち回りが楽になるというか、失敗しても大丈夫っていう感じになります。まあ、例えばね、ここを横に下がっていった時に片方、まあ、ボスの狭いところで、もう片方がニードルパネルがあるので、もう片方側、ニードルパネル側に行っちゃったらかなりえぐいことになります。なので、まあ、このステージはなんか紋章があるんだったらどんどん攻めていった方がいいんですけど、紋章がない場合は無難に無難にで確実に殴れるなって思った時に攻めに行くっていうのが大事なクエストかなと思っております。で、あとは直殴り倍率ですね。了解、行きます。で、あとは直殴り倍率ですね、こちらの方が約5倍ということでかなり高く設定されてますので、まあ、ここもねしっかり意識して攻撃していくといいんじゃないのかなと思います。で、難所ですね、ここ。もう自分が一番嫌いなステージなんですけど、あの原作の岩を切れってやつを表現したこのめちゃくちゃ硬い岩のステージなんですけど、この周りにいる天使がですね、1ターン目に倒さなかったらボスの、SS ターンじゃないわ、攻撃ターンの短縮をしてくるので、即死ターン真ん中にあるだいたい8万8000ぐらいの爆発だったかな、電撃だったかな、どっちか忘れちゃったんですけど、まあ、とにかく痛い攻撃があると、それが早まってしまうので、あそこはね、なんとか3体以上、この編成でやる場合は3体以上落としたいですね。まあ自分2体しか落とせなかったんですけど、まあ一応弁慶が打てたのでね、なんとかなりました。で、あの天使たちやると確実にあのプラチナの砂時計、 SS が全員溜まるっていう砂時計が出ますので、まあ、そのためにね、弁慶みたいにかなり SS の強いキャラを連れていくと強いのかなと思います。はい、で、まあ割り視点で突破していくと。で、まあボス戦はまあそんなに変わんないですかね、今までと。とにかくまあ直殴りでダメージを稼いでいくという感じですね。で、ここはあの本当はですね、上から2体あの羅刹と鬼の間に挟まるっていう多分想定で作られてるんですけど、一応、縦で薄く入りに行くことで縦でも処理ができるようになってます。まあ、これはね、配置によって、変えた方がいいと思います。まあ、次のキャラもね、縦でいけそうだったので今は縦で倒しに行きました。はい、と。
でここもまあちょっと若干ね、ラセツの方やれなかったですけど縦でやりに行きましたね。でこれでパネルが変わることによって案外横のムーブは安全になりますね。縦はその外してしまった時、ボスの手前方に行けなかった時にかなりニードルパネル食らっちゃうんですけど、横下がりとかであれば基本的に安全に動けるようになってます。でまあさっきも言ったんですけど、まあ、とにかくニードルパネルを恐れていくことが大事かなと思います。はい。でそれを恐れながら攻めれるときは確実に攻める、これが紋章ないときのもう立ち回りかなと思ってるので、こうやってね結構打ち切ってるように見えるかもしれないですけど、横下がりでね確実に削ってってます。ハート欲しいけど、はい、まあこれはね一応ニードルパネル怖かったので打ったって感じですね。でマリシテンの SS は16ターンと結構早いので、もう好きなタイミングで打っちゃっていいと思います。割とボスに当てられる位置だったら打っちゃっていいと思います。ちなみにマリシテンの SS は結界 SS って言って、今なんか変なバリアみたいなやつあったと思うんですけど、あの中から出ないです。絶対あの中でしか動かなくなるっていう SS ですね。で一応 SS のボタンを押すとこんな風にどこの範囲までだよっていうのを教えてくれるので、まあこれを元にね、ああ今回は打った方が良さそうだな、打たない方が良さそうだなっていうのを考えていただけるといいかなと思います。はい、はい、ということでもう話すことがなくなりましたので基本的にはもうあとは雑魚処理してボスをねニードルパネルに気をつけながら殴っていくっていうだけのステージなので、非属性縛りやるべきですかっていう話についてしていこうかなと思います。結論から言うと全くございません。はい、特にね初心者の方とか無理してやると多分モンストだいぶ嫌いになると思うので、あれは本当に一部のイカれた人たちのために用意されてるコンテンツだなっていうのをちょっと理解していただければなと思います。もう本当にあれは単なる自己満、称号っていうそのゲーム内では今のところ何の影響も及ぼさない、ただ絵面的にかっこいいよねっていうやつが配布されるだけなので、なんだろうな、クリアしても別にゲーム内でなんか有利になったりとかっていうことは今のところ全然ないです。オーブももらえないしガチャも引けないし、なので無理してね紋章とかその身の厳選とかしてミッションやる必要は全然ないと思ってます。ただ単純に自己満的にやりたいっていう方はご自由にっていう感じの体制で運営最近取ってきてると思うので、イザナミハテナとかもそうですよね。称号とオーブ5個だけだったので、まあクエストをクリアするには間違いなく見合ってない報酬だったかなと思うので、まあ、今後はその完全に上級者向けのクエストっていうのは報酬はうまくないけど、まあ、何かしらプレゼントするよっていう形になってくのかなと思いました。はい、なのでまあかなりいい制度じゃないですかね、今回みたいな属性ミッションみたいなやつはと個人的には思ってます。まあ自分はそれが楽しいと思うのでやるんですけど、多分本当に紋章とかゴリゴリにつけれないとなかなか安定して勝つっていうのは難しいと思うので、個人的にはあまり他人にはお勧めできないかなと。てな感じでもうラスゲですね。はい、もうラスゲまで来たらあとは弁慶をボスの狭い方で決めるだけですね。それだけですもうそれだけで勝てます。まあただねこのステージのボスはですね、まあ、先ほどのステージ同様に移動があるので、まあその移動のタイミングとか考えながら配置してあげるといいのかなと思います。まあ本当に弁慶であればねボスの狭い方入れば確実に多分やれるのかな、やれると思いますので、はい、そうだね、あとは本当に弁慶を決めれるかどうかゲーですね。これはやっぱ壁ドンって強いっすね、改めて思いました。倍率高いしね、こういう直殴りのステージは本当に強いなと思いました。一応ねデクとかも試してみたんですけど、直
直殴り倍率はかかってるものの弱点倍率かかってないんでそんなに強くなかったですね。はい、まあ、これだけしか削れてなくてやべえんじゃねえのと思われた方もいると思うんですけど、まあね、この弁慶2段階目があればね全然そんな心配はいらないという。はいまあね、こんな感じで弁慶がかなりぶっ壊れてるクエストでした。ということでご視聴ありがとうございました。またね、バイバイ。黒みつばでした。